おはよう、ユウシ。やっぱり。あのね、パパ。今日はずっと家にいるんだって。キューブに聞いたぞ。まさか、出かけるの？あ、いえ、その…ああ…ちゃんといる、当たり前でしょ。あ、キューブ？なんでしょうか。なんでパパにずっと家にいるなんて言ったのよ。すいません。しかしですね、旦那様はお嬢様の年に一度の誕生日をせめて盛大に祝おうと。そんなの嫌な気持ちになるだけでしょ。何と言ったらわかるの。僕じゃなくて旦那様に言ってくださいよ。いいからパパを止めて。 ですがあいにく僕には旦那様に頼まれた買い物がありまして。大丈夫か？はい。ちょっと帰りの方が大変なのに。元気な娘じゃ。ちょっと来てきたよ。どこ行ったんだろう。失礼しました。失礼じゃ済まないのよ。こんな汚れた服じゃお城に行けないわ。そうよそうよ、いくら子供だからって許されないわよ。やめなさいよ。勇士ふん、子供を引っ込んでなさいよ。うるさいわね。そんな小さな汚れどうだっていいじゃない。そうはいかないわ。これから私たちお城で女王様とお会いするんだから。女王様と？そう、何でも女王様が町の娘と広く会いたいっておっしゃってるそうよ。もしかしたら王子様のお相手をお探しなのかも。ということは王子様もお城に戻られているかもしれないというわけよ。ま、お子ちゃまユーシーちゃんには関係ないことだけど。この町初めてなんだ。はい、すいませんでした。ご迷惑をおかけしてしまって。ううん、気にしないで。でもユーシーさんはすごいです。あんな大人の人と言い合えるなんてかっこいいです。私尊敬しちゃいます。ああ、あれは違うの。実はあの子たちと私同い年なんだ。こう見えても本当は今年で17歳。体は見ての通り10歳のままだけどね。そうなんですか。でもどうして？わからないの。魔女の呪いだっていう人もいるし、神様の怒りだっていう人もいるし。でもとにかく大きくならないの。ねえ、ん？ココルちゃんは大人になったらしたいことある？大人になったらですか？私は王子様にお礼がしたいんだ。私昔王子様に助けてもらったことがあるのだから。でも王子様は最近ほとんどお城にいらっしゃらないって噂なんだけどね。お嬢様！お嬢様！
旦那様が首をこんなに長くしてお待ちかねですよ。どうしてよ、止めてって言ったのに。無理ですよ、あんな楽しそうに準備されちゃ。もうごめん、そろそろ行かなくちゃ。なんて言っていいかよくわからないですけど、頑張ってください。ありがとう。じゃあね。はあ、これ全部食べるの？残しますと旦那様落ち込みますよ。それでは姫様、宴の準備ができました。あのね、パパ。なんだい？一度ちゃんと話そうと思ってたんだけど、誕生日。誕生日？今年こそちゃんと嫌だって言わなきゃ。あー、言えない。いつもありがとう。じゃあ食べよっか。よし、さあたっぷり食べるぞ。誕生日まで何も食べたくない。偉かったですよ、お嬢様。だってパパ本当に嬉しそうだったし、それに本当の娘じゃない私をここまで育ててくれたんだもん。少しは親孝行しなくちゃ。ジン、こんな夜中にどうしたの？え、恋？ダメですよ、旦那様に叱られますよ。いいの、今日は親孝行したんだから。そんな、したらいいってもんじゃないでしょう。すぐ行くから待ってて。それでは、僕は夜更け鳥の卵を取りに行ってまいります。ああ、いつもすまないね。ヒヤヒヤさせないでくださいよ。ごめん。久しぶりじゃの、勇士。しばらく見ない間にすっかり変わっとらんの。余計なお世話でしょ。わしが旅に出ている間、陣の面倒をご苦労じゃったの。ところで、今日の女王との謁見には行ったのか？謁見？偉い人とお会いになることです。町で聞いたけど、子供じゃ会ってくれないよ。言っても見ないで何を言ってある。もしかして王子に会えたかもしれんのだぞ。そりゃそうだけど。そうかの？え？どうやらエルセル女王はこの度の謁見でプラチナプリンセス候補を決めるつもりらしいのじゃ。プラチナプリンセス？聞いたことあります。え？エターナルティアラをいただく伝説のプリンセスとか。
人間界、天界、魔界、霊界、妖精界、これら5つの世界の魔力が込められ、どんな願いも叶えると言われるエターナルティアラ。そのティアラをいただくのがプラチナプリンセスじゃ。ティアラにふさわしい心が必要とされ、千年に一度しか誕生しないと聞く。どんな願いも、じゃあ、ティアラの魔力をもってすればそなたの呪いも解けるかもしれん。大人になれるの？改めて近くで見るとすごいね。エルセルといえばここら辺では一番大きな国ですからね。どうしたんだろう。どうしたの？勇士、どうしたもこうしたもないわよ。謁見だって言うから来たのに、お城に入ったら自分で女王を探せって言うのよ。それで会えたの？それがさっぱり。昨日から徹夜で探したけど、結局誰も見つけられなかったみたい。お嬢様、やっぱり帰りませんか？これ以上進むな。子供は立ち入り禁止だ。お嬢様、戻りましょう。やっぱりダメですよ。お許しもないのにお城に入るなんて。でも、子供はダメだって言われたじゃないですか。だから頼んでるんじゃない。お願い、だって呼んでるんだもん。ですが。お願い。それでは。でも空を飛ぶマジックアイテムお貸ししてませんでしたっけ？あ、ごめん、あれなくしちゃった。高かったんですよ。しょうがないじゃない、勝手に飛んでっちゃったんだもん。本当ですか？もう、マダリアツァーダスペリファーリルカビス。これでスワローテイルの靴を2足。そこをなんとか。今月苦しいんだよ。あれ、一足しかないよ。これしか出せないってことです。なんとかするしかありませんね。ちょっときつくない？乱暴にしないでくださいよ。こうかな。あ、すごいすごい。お嬢様、もたもたしてないで早く行きましょう。初めてなんだからしょうがないでしょ。さあ行きますよ。ちょっとせかさないでってば。どう、なんとかうまく飛んでるでしょう。これじゃやっぱり見つかりますね。もっと高く飛ばなきゃ。またお嬢様、しっかり。誰だそこにいるのは。何してる、降りてこい。まずい時に仕方ない。誰かどうにかして。お嬢様、はしたない。そんなこと言われても。あ、大理石の廊下だ、すごい。そんなことより早くしましょう。捕まったりしたら旦那様に何て言い訳すればいいのか。待って、違う、こっち。でも
お嬢様。少女。は、ただいま追跡中であります。間違いない。もう少しだ。見つけたぞ。まったくなんて子供たちだ。こんなことしていいと思ってるのか。おい、はしたないな。もうこら、待って。おやめなさい。プラチナプリンセス以外の者がそのティアラに触れると命をなくしかねません。エルセル女王、ここまで来れたということはティアラの光に導かれてきたのですね。やはりそうですか。名前は？ユーシーです。丘の上のパパ、いえ、勇者ガンバードの娘です。ガンバード？あの、何か。いえ。これはプラチナプリンセス候補の証です。プラチナ、私が？ええ、しかしまだ候補にしか過ぎません。これからプリンセスにふさわしい心の力を手に入れなくてはならないのです。目指すのは千年に一人しか誕生しないと言われるプラチナプリンセス。学ばなければならないことは多く、修行も決して楽ではありません。やり遂げる自信がないのならここで引き返した方が良いですよ。頭をお上げなさい。では勇士、はい、あなたをプラチナプリンセス候補として認めます。頑張るのですよ。Thank you.
今週から始まったパパと娘のハートフルストーリー、さて次回は。もうパパったら、私学校に行くからパパの出番はちょっぴりなの。え、パパしょんぼり。次回ライバル登場、ユーシー学校に行く。ライバル？ピンチの時はパパを呼ぶんだよ。